ですね。このルートいいな。すごい楽しい。あ、橋か。めちゃくちゃ飛ばしてんなみんな。で、多分しばらくこの走りやすい道が続いて、また途中からくねくね道がちょっと入るんですよね。おー、町だ。町ですね。ドゥランゴ。ドゥランゴに来た。うわー、すごい。工場地帯ですかね。ショッピングモールか、これは。規模がでかすぎて重い。はい、右方向です。頑張って、なんか詰まってきたから、頑張って行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 って、それ今チャンス、今今チャンスだって。行こうとすると行きますからね、これ内輪差でやられちゃうな。うわー、今チャンス、行くしかないなこれは。あ、行くか。いや、いけないか。しょうがない。うう、失礼。行きましょう。おーい、うん、チキンレースですね。チキンレースですね、これ。よいしょ。よし、いけた。この先は怪しいな。左から行っちゃおう。あれは行かないと何十分も待ちますからね。ここまっすぐ。ああ、車線がなくなる。ロシアで鍛えられた。ああ、スクールバスか。しょうがない、これはこれはしょうがない。スクラップヤード、うわ、ゴミですかねこれ。スクラップ、すごっ、これすごいな。ゴミ集積所かな。左にレーンが1枚取ろう。見どころがあるな、このマップも。すごいな。あ、スクラップメタルズ。あ、クズ鉄だ。ようやく700キロか。まだ半分いってないですよね、これ。全部で1100キロだから。もうちょっとで、ちょうど半分ぐらいか。あれ、休憩所見えたと思ったんだけどな。怖っ。飛ばすな。ちょっとした上りですね。大丈夫。結構はみ出てるけど。さっきみたいな険しい山じゃないと思うんですけどね。あ、でも結構すごいな。ここ自体がすでに標高高いですもんね。下ってないから。ずーっと高い場所を行ってんだろうな。おー、綺麗ですね。夕暮れ時だ。こことか休憩スペースじゃないのか。休めそうですけどね。おー、ちょっと乗り上げてる。綺麗なとこだな、これ。こう右か。あ、そのバス行かしたくなかった。しょうがない。ちょっと待って、トレーラー。トレーラー先行かして。またバンバン入ってきちゃうから。よし。いや、これまた、こっからまた脇道ですね。くねくねしてる。ちょっと。バスか。あ、でもこのバスもスクールバスみたいなもんですからね。なんでブレーキかけてんの。なんでブレーキかけてんの。勘弁して。抜かしてみるか。いけるかな。ここで抜かそう。こっち側も結構ギリギリだけど、
抜かした抜かした、よし、眠り運転になっちゃいそうだな。なんかビーコン、うわコンバイン、それは空気読んでほしいな、コンバイン。あああ、牛が草食べてる。コンバインは走っちゃダメでしょ、この峠道を。それこそトレーラーで、あ、何これ、車線がなくなる、なんでだ、2車線になるかも、あ、そういうこと、片側交互通行か。いや、ここチャンスかも、行く、行け。あー、ダメだった、決死の覚悟で前出たのに、あー、逆にぶつけちゃった、ごめんごめん、ダブルトレーラーぶつけちゃった、あー、やばいかもこれ、このくぼ地にはまっちゃったんだな、ほんとごめん。あ、でももう通れそう、スペース空いたかも、多分このここに当たらなければ、右側でも当たっちゃいますもんね、左に引っかかんなければ、行ったかな、よし、ごめん、本当に申し訳ない。ちょっと押し出す。本当申し訳ない。ああ、抜けた。ああ、本当にごめん。結局普通に行った方が早かったですね。コンバインどっか行ったかな。だいぶ時間の差があったから消えてくれてるとありがたいんですけどね、最悪抜かせますよね、単体だったら、あっ。やば、あれ過労運転取られてないですよね、やば、もう時間がないぞ、本当に居眠り運転ですね、過労が限界に達したんで、定期的に操作が全く効かなくなりますね、ブラックアウトして、あー、しかもこのくねくね道で終わりでしょこれ、もうこれはもう無理でしょう、こういうとこで居眠り運転したらどうしようもないですからね、しかも結構なくねくね道だからな、下りっていうのがまた最悪ですね、あー、ダメかも、あっ、危ない、奇跡的奇跡的に、あ、待っててくれた、危ない、ぶつかるかも、よしよしよし、 OK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 、 ちょっと間隔が短い、そんな疲れてた、いや、ここは休める場所じゃないですもんね、ここはダメ。いやー、相当きついな、道の真ん中走った方がいいかもしれないですね、あー、優しい、あ、待って、ぶつかった。ちょっと長い、もう無理、もう本当の地獄だこれ、どうなった、どこ行った、さっきの対向車。本当の地獄ですね、ぐらいのスピードの時に、あー、来た。ハンドルを長っ。よしよし、曲がった曲がった。一応その寝る瞬間のハンドルの状態はキープしてくれるから、あの文字が見えた瞬間に
ぶつからないようにハンドル切ればいけるのかな。この先もやばいですね。レッカーだけはしたくないですね。ここまで来たら意地でも降りたい。ここも危ない。あー来た、ダメかも。あ、ぶつかった。もう無理だぞこれ。そうですね、完全に寝る場所をミスった。あー来た、これは大丈夫。長い、危な。よしよしよし、これでまたしばらくはいけるはず。うわー何これ、工事してんのか。あれこれ、あーいかん、な、長い長い、ちゃっ。突き抜けてる突き抜けてる。あ、しかも抜かしてってるし、こういうのとまずいですね。あ、見えてきたかも、この先だ。ようやく見えてきた。もうここを回ったら着く。あともう 2,3 回は来ると思うんですけどね。ハンドルを維持、ハンドルを維持、長い、よし、ナイス。ナイスですね。早めにハンドル角度を決めとけばいけるかも。ここが最終コーナーですね。この左カーブを抜ければトラクター注意の看板がやばいな。メキシコで地獄を見ましたねこれ。このままハンドル維持、よし、いける、これだったらいける。やばいやばいやばい、長い。長すぎ。最終コーナーでやらかしたな。見えない、どうなった。幸いぶつかんなかったな。もうちょっとだから頑張って、本当に危な。山の上じゃなくてよかったですね。ここ？ここじゃないのか、まだ。どこ？休憩スペース、あ、ここか。もう一回来そうだな、最後に。この先を、左方向です。ここかな、休めるこれ。左方向です。止まろ止まろ止まる止まる、よしよしよし。どういうことこれは。休憩スペース、それか、ここ、これ休めんの。あ、これか、狭。これで、ね、もういいや、ここで休もう。早急に休まないと。はい、あーもう昼になっちゃう。ひどい、ちょっと待って。ここ左行くのか。あこれ行くの、この道。オフロードですね。